始まりました、ミュージックスパイス。こんばんは、松岡拓也です。いや、忘年会の季節ですね。いやー、この時期は太りやすくて困っちゃうなーとスタッフさんが言っております。はい。いや、でも食べますよね、この季節。やっぱりなんかなんだかんだ忘年会だったりクリスマスパーティーだったりね。あと、そうなんですよね、やっぱ飲む機会が多くなりますよね、年末は。やっぱり年末年始は特に。ただ正月太りって言いますもんね。やっぱり実家に帰って美味しいおせちとかお雑煮とか食べると、やっぱりね、俺お雑煮とかもお餅4つぐらい食べます。あのお餅をなんか大きいお椀で、お雑煮大好きなんですよ。お餅も大好きで、だから実家帰っても、うん、お餅4つとか何個とか気分で、まあ大体3つとかなんですけど、3つ4つ食べるんですけど、それでも1日多分5、6個食べてるんじゃないですかね、お餅は、お正月は。うん、僕結構本当食べるんですよね、マジで。でもなんでそんなに食べるのに太らないのって言われますけど、確かにそんな分かんないですよね、僕。太ったなーって、でもたまに自分で、あー、ちょっと今ちょっと太ってるなとか分かるんですけど、人が見たら分かんないですよ。自分で見ると、あー、なんかちょっと顔丸くなってきたなかなとか。体重計はないですけど、家には。でも大体、でも増えても1キロ、でもまた戻りますね、すぐ。なんでなんでしょうね、多分これ。でも30代ぐらいになったらやっぱ戻らなくなってきたりするのかなとか思って、まだギリ焦ってないですけど、もうちょっとしたら将来太るタイプかもしれないじゃないですか、僕。でもこの仕事してる以上は多分気をつけると思うので、そこは安心してください。でもね、太っても大好きだよとか言ってくれるんですよ、ファンの人。まあ、太ったらファン降りるからとか言う人もいるんですけど。でも太らないように気をつけます。今は大丈夫かなと思ってるんですけども、やっぱなんか僕本当にこの舞台の稽古とかでもそうですけど、なんか意外と僕集中するんですよ、やるときって。まあそれはみんなそうだと思うんですけども、でも集中すると本当に体を動かしてなくても、集中してるだけでほんまにお腹すくから、めっちゃ食べちゃうんですね。しかもお酒も飲むときめっちゃ飲んじゃうから、うん、だからやっぱり将来太るかも。いや、でも大丈夫です、気をつけます。まあ、走ったりとかね、ジム行ったりとかすればいいんですけど、まあ、体を動かすのって、うん、めんどくさいじゃないですか、やっぱ。だから、でも僕、でも食べるときと食べないときの差が激しいので、食べへんときほんま食べへんし、うん、だから今のところプラマイゼロみたいな感じでなってるんですけどもね。まあダイエットとかもしたことないな。もうおすすめのダイエット法は、まあ食べないことですよね。でも夜食べないっていうのはマジで痩せると思います。多分俺夜食べんかったらマジガリッガリになると思います、マジで。できないですね、夜が一番お腹すくんですよ、何気に。朝はほんまに食べなくていいんですよ。昼はまあまあお腹すいて、夜が一番お腹すくから、夜抜くってなったらマジで耐えれん、俺は。うん、夜の方がお腹すくし、うん、まあね、ダイエットしますとかいうリップとかもありますけど、まあ無理せん程度にね、まあ健康的にダイエットができればいいんじゃないかなと思いますね。はい、それでは、ミュージックスパイス、今夜はこの曲からスタートです。松岡拓也のファーストアルバムから聴いてください、僕は誓った。ミュージックスパイス、この時間は松岡拓也がお届けしております。日付が変わって今夜はもう12月24日、えい。いや、やっぱクリスマスとかクリスマスイブってテンション上がりますよね。別にもうサンタさんとかそういう、あ、子供の時あったそういうワクワクとかじゃない、また別のワクワクがあって、うん、サンタさんはね、僕はね中1ぐらいまで信じてたんですよね、やっぱり。もうね、やっぱりね、もうあかんわ、大人になってもた。ほんまに今はもうクリスマスプレゼントあげないといけない立場なんでね、弟とか、まあ友達の子供とかにね。まあ、サンタさんはね、信じてたら来ると思うよ、みんな。これまでにね、俺ね、もらったものってね、なんやろな、あんまり記憶にないな。でもゲームとかですね、ゲーム、
その時任天堂64っていう64っていうゲームが流行ってて、小学校の時とか。だから64のマリオのゲームとか、あと何もらったっけな俺。手紙書いてました。毎年マジでリアルに弟とかお兄ちゃんとかと手紙書いて、サンタさんみたいな。で僕はあ、その時自分のことタクヤって呼んでたんで、小学校の時はタクヤは、あ、タクやったっけな、タクはこれが欲しいですみたいな。マリオの、俺小学校6年生まで自分のことタクって呼んでたんですよ。やばくないですか、ほんま。今思うとね、だってもう弟の小学校のレオくんなんて、ほんと3、4歳ぐらいから俺って言ってましたからね俺なんて小6ぐらいまで自分のことタク名前で呼んでて、いやでもその頃は純粋でね、今も純粋なんですけど、まあその頃の方がやっぱ純粋で、ね、あのサンタさんへって毎年毎年ありがとうみたいな、今回は何々のゲームが欲しいですとかって書いて、サンタさんちょっとした気持ちなんですがこれ受け取ってくださいみたいな、サンタさんに逆にプレゼント置いてたんです、僕あの枕元とかに飴ちゃんとかなんかちっちゃいクリスマスツリーとか。でもね、毎年もらってくれないんですよ。毎年もらってくれてなくて、でもプレゼント置いてあるのに、え、サンタさん手紙読んだんかな、なあお母さんお父さんって言って、これもらってって書いてんのにもらってくれへんかったとかっていつも言ってて、多分真っ暗だからサンタさん見えないんだよ、見えへんだちゃうかみたいな感じ言われて、あ、そっか、じゃあ電気つけて寝ようかなって言っとったら、でも電気つけてたら来へんかもしれへんでって言われて、あ、そっかーとか言って、じゃあ電気消して寝るとか言って、ほんま今思ったら自分が可愛くてしょうがないそうなんですよ、騙されやすいんですよ俺、いつでもそれも今でも言われますね、騙しやすそうって言われます。そうやね、今年はね、サンタさんがもし来るとしたらね、俺はね何をお願いしよっかな、なんかあの欲しいものじゃなくて、サンタさんに部屋を片付けてほしいこれは切実な願いですね。あのやっぱり舞台の稽古中って俺ほんまに乱れちゃうんですよ、部屋とかも。なんかもう脱いだら脱ぎっぱなし、パジャマとかでも、まあ洗濯とかするんですけども、洗濯するまでもポイって放ってて、あとファンの方からもらったプレゼントとかも、もう直す場所が今とりあえずないから、とりあえず地べたにバーって並べててだからなんだろう、サンタさんに片付けてほしい。俺もうこんなに片付けられへんくて、多分世界一片付けられないんじゃないかって思うぐらい、もう写真でも見せられないぐらいやばいです、本当に今やばいんですよ。だからサンタさんにマジで片付けてほしい。もうプレゼントとかいらん、むしろお金払うから片付けてほしいえ、会社に頼んで片付けてくれるんですか。え、そういうサービスがある。え、マジで俺やろっかな。いくらぐらいかかりますかね。それをマジお願いしたい。サンタさんじゃなくて業者にお願いしたいあのそのなんか、いやそんなんなんかダスキンとか呼ぶぐらいの汚さじゃないですよ。物が多くてごちゃごちゃしてて、服とかも多くてみたいな感じで、だからね切実なお願いですねこれは。うん、あと台本に書いてるんですが、誰かにプレゼントをあげたことはあるかな。俺弟とかにはもうほんまにゲームとかあげてます、毎年あげてたりとか。でも友達とか、あ、でも今年これ多分楽天メンバー聞いてないと思うんですけども、楽天メンバーにお揃いのニット帽をあげようかなって。今これ収録がね、あの全然前なんで、まだ何にするかとか決まってないんですけど、多分あげてるやろうなと思います。楽天メンバーなんか帽子が欲しいみたいなことをカズキとかが書いてて、でカズキとかに、じゃあ俺の好きなとこ10個言ってくれたらあげるって言ったら、ほんまに LINE で10個丁寧に送ってきて、でそれに便乗して宮崎修斗もあの好きなとこ10個送ってきてくれたんですよ。それが結構マジで感動して、俺はもう絶対にあげようと思って、だったらもうみんなにあげようと思って、お揃いのなんかニット帽とか色違いとかにしようと思って今計画中ですね。うん、ちなみに今年のクリスマスの予定はって書いてるんですけども、まあこれも濁点メンバーと一緒に過ごすんではないかなと思いますね。もしくはまあもしお仕事がなければ、まあ実家に帰ってたりとかするのかなって、今はまだ分かんないんですけど、今後の予定次第でどうなるか分かんないですが、まあ楽しく過ごしたいなと思いますね。
はい、それではここで1曲お送りいたします。クリスマスといえばこの曲でしょう。松岡拓也でバージーズの